のれんの種類ね、こんなにある。出雲街道、あ、出雲ここですか。ここです、どうぞ。いやいや、これ船着き場。結構酒屋さんが多くて、まあ地酒があるんだなと思いますし、はい、というわけで今日はこちらにということで、すごいですよ、これ天井が。以前にもね、こう来たことあるんですけど、この勝山の城下町に、もともとね、これお城があった場所なのと、この高瀬船がね、ここまで来てたということで、結構ね、昔から貿易が盛んな、町ということで、まあ、この後ろもそうなんですけど、商店が、昔ながらのね、商店が立ち並ぶということで、今日はここをね、ちゃんけんさんと一緒に歩いていこうかなと。はい、思います。白壁なんで、ちょっと倉敷にちょっと雰囲気似てますね、すごい特徴的なのが、この後ろ、のれんがね、あるんですけど、これお店によってこののれんのね、模様というか、柄が違うんですよね。これがまたちょっと面白い、のれんの街とも言われてる。のれんの種類ね、こんなにある。あれちょっとね、戦国武将のま、家紋みたいな感じの、多分自分とかも独自のね、多分イメージしたデザインののれんだと思うんですけど、はい、こんな感じで、もう一個ずつね、一個ずつ、ね、乗ってますね。はい、あー、いいですね、これ。こんな感じで、昔ながら無料休憩所と、家紋、いろんなのが面白い。あ、ここ出雲街道、出雲街道ってですか。これ繋がってたんですね、これ。で、ここから出雲にずっと繋がるんですね。そう、それでまあ宿場町でもあったんじゃないのかな。これちゃんけんさん、ちょっと思ったんですけど、はい、最低限だと思うんですけど、はい、電柱はあるんですけど、電線が、線の方がちょっと少ないかなと。ないですね。あるのはあるけど、最低限っていうか、わかるかな、地中にあって、はい、多分そこから引っ張ってるのかな。確かに、確かに。そんな感じが見えてられます、改めまして、この、マニア市城下町勝山の歴史巡り、まあ、武家屋敷は行ったことあるんですけど、まあ、前回もこの、お寺さんにね、いろいろ行ったことあるんですけど、この町並みをね、今日はピックアップしていこうかなと思うんですけど、ちょっとこれから船着き場に行きたいなと。豪宿、宿ですね、宿だね、やっぱ宿場町、休憩所になったんですかね、その出雲街道の休憩所、ね、出雲から1日でここに来て、あと1日で行くみたいな。そうね。あ、じゃあちょっとここ、はい、右手でここだったか、ここですね。ね、この先に船着き場があるということで、この高瀬船の船着き場がね、ここですか。ここです、どうぞ。いやいや、これ船着き場と、いろいろなってます。よいしょ、はい、まあ、ここがそうだったということですね。
ね、この勝山もお酒出してんで、そう、勝山は地酒が多いですね。うん、結構ね、僕結構さっきから歩いてるんですけど、結構酒屋さんが多くて、うん、まあ地酒があるんだなと思いますし、まあ、宿場町ってことで昔から多分酒屋さんが多いんかなと思います。休憩でね、うん、お酒飲んで宿場町寝るということで。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。小屋さん登録有形文化財。はい、というわけで今日はこちらにということで、お食事どころと本日は鹿敷ということで、こんな感じになっています。レーモンラベル、いろんな種類がありますね。午前酒ということで歴史も長いと、マニュアルおつまみセット、貸し切りの、お食事どころで、それから携帯見たら本来はその死因とかあるらしくて、今回ちょっとねコロナの影響でないんですけど、本来気に入ったお酒とか死んできるらしいです。今回特別に向かいの方におしゃれ、すごいですね、天井が。だけです。そうなんです。タラのカス漬けがね有名、まあ、メインディッシュなんですけど、ね、またマニアの勝山来るんだったらここがランチおすすめでございます。はい、営業時間が11時から14時、3時間ですね。はい。はい、今日はねランチ終了ですので、ね、またお時間があるときランチ。店員さんイコール、イコールじゃない。店員さんおすすめね。タラの続けが美味しいらしいです。ここでおしゃれなランチをしながら、おしゃれなお酒を飲んでグビグビと、また次回したいですね。まあ僕的にね結構端から端まで歩いたんですけど、まあ午前中のこの西倉カフェさんがねなんかメインかなって僕的に思います。ここ勝山の城下町来るんだったら、このね午前中の西倉カフェ、ぜひぜひお酒好きにはたまらないと思います。今日ちょっとしなかったんですけど、ランチメニューもちょっと美味しそうなランチメニューもありましたし、はい、これのランチ食べながら、ここのね、小田さんのお酒もちょびちょびと飲めるってことで、また、今日ちょっと時間的にあるんですけどね、また時間がある時に行きたいなと思いました。また行きます。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。